カイエントは、ドイツの自動車メーカーポルシェが製造、販売する高級 SUV。ポルシェ初の SUV、5ドア車としてデビューした。ただしポルシェはあくまで、新しい形のスポーツカーとしている。SUV 分野への参入を考えていたポルシェと、レンジローバーに代表される高級 SUV 分野へ、本格参入したかった、フォルクスワーゲンの思惑が合致し、両者で、 開発費用を分担し共同開発された戦略モデル。フォルクスワーゲン・トゥアレグとは共通の FF ベースのプラットフォームをモチベースとなるシャシーこそ同じではあるが、クラスの違いからエンジン、足回り、車体の強化、外装、内装等、車を構成する多くの部分で、両者は異なる。十分なオフロード走破性を確保しながら、ポルシェらしいスポーティなハンドリング、走行性能、 外観を持つ。2002年発表。形式は初期型が955型。2006年12月以降の改良型が957型となる。2006年12月にエンジンの排気量アップと直噴化。外装のフェンスリフトを中心としたマイナーチェンジを行った。2010年3月の第80回ジュネーブ賞でワールドプレミア。 形式は958型。デザインは基本的にキープコンセプトだが、仙台より全長を 48mm 延長。素材や部品などを見直し、開エンエス同士で比べて 180kg の減量を達成している。アイドリングストップ機構やエネルギー回生システムを採用することで燃費性能や環境性能の向上につなげている。 すべてのモデルにアクティブ 4WD システムが搭載され、カイエン以外の全車に発足、ティプトロニック S を採用する。日本においては、同月5日より、カイエン、カイエン S、カイエンターボの3モデルの予約を開始した。2014年にマイナーチェンジ。エンジンや内外装を中心に手が入れられた。社名のカイエンルは赤唐辛子の一種である、カイエンペッパーのことである。 ポルシェ側によれば、エンは、世界中の国々で、絡み、冒険、生きる喜びと同義と、理解されるからであるという。新型、ポルシェエン予約受付開始ウェブクグ2010年2月26日、ポルシェエン新型、パワーアップ燃費改善レスポンス、2010年6月2日、ポルシェホープス、ホットネームウィルスパイスニュー SUV。 シカゴトリビューン、オリジナルの2021年9月19日時点における、アーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .ph スラッシュ uax1m、ニューポルシェー SUV ネームリビールド。オートウィーク、オリジナルの2020年9月21日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20200921202442/https:www.autweek.com o ニュース A2125891 ニューポルシェ SUV ネームリビールドポルシェネームズ SUV アフターホットスパイスカーニュース オリジナルの2021年9月19日時点におけるアーカイブ。https://archive.ph/xumal。ありがとうございます。